超人女子戦士ガリベンガー V、 癒しの放課後トークだ。天皇少女のシロです。時の空です。金剛いろはです。楽しかったね。楽しかった。すごい楽しかった。空ちゃんは初めてだったけどどうでしたか？こんなに勉強になってしかも楽しいっていうのがもうたまらなくて最高だなって思いました。すごい科学的だったよね、ゴンゴン。本当になんか愛って科学で証明できるんだなって思いました。いいこと言う。あ、やった。いいことだ。もう恋愛のことが分かっちゃったの。なんか全員先生の術中にハマって、たまくらかされたわけですが、デートのお誘いどうでしたか？いやでも、ああいう風になんか誘われたら、好きなものをさ、言われたら、やっぱちょっと興味は持っちゃう。そらちゃんは音楽の話で振られてたけど、そうそう、ゴンゴンはね、無事催促したら振ってもらえたけど、どうでした？先生にデート誘ってもらいました。おめでとう。そう、あの戦略的復讐、復讐、復讐です。復讐効果っておっしゃってたじゃないですか。うんうん。ああいうのって結構仕事とかにも使えるなって思いました。あの一番参考になったのは、あの目見つめ合った秒数 8.2 秒。あ、そんなにこうじーっと見られれば見られるほどこう好意を持たれてるっていうのと、女の子はそうじゃないっていうのがすごい面白くて、ああ確かに、うん、そう、みんなのことじーっと見ていこうかなってすごい思った。すごい、みんな気絶しちゃう。ほどほどに